안녕하세요. 우럭입니다. 오늘은 뭐뭐 점프의 이벤트 스토리를 볼 차례인데요. 배너에는 시즈쿠가 걸려 있습니다. 제목은 풀린 실의 그 너머에 라고 하는데요. 이번 스토리가 뭐뭐 점이 첫 TV 출연을 하게 된그 이야기를 다루고 있는 것 같은데 한번 보러 가시죠. 시즈쿠의 방. 宿題が終わったわ。あら、もうこんな時間なのね。早く明日の準備して休まなくちゃ。あ、一本。制服は大丈夫。明日の授業の準備も열심히챙기네。あとは、そうだわ、スマホ。いつも忘れちゃうから気をつけないと。そういえば、アイドルハザードのプロデューサーさんから。お返事はあったかしら。出演についてそろそろ返信が来てもいい頃だし、私も確認してみないと。電源ボタンを押して、あら、真っ黒な画面から変わらないわ。もしかして壊れちゃったのかしら。明日電気屋さんに見てもらった方がいいかもしれないわね。メールのことは明日みんなに聞いてみましょう。너무アナログだ。それにしても、モアモアジャンプとしてテレビに出られるかもしれないなんて。いつかこんな日が来たらいいなとは思っていたけど、こんなに早いとは思わなかったわ。最初は事務所にも所属できなかったから、ちゃんとアイドルとして活動できるかどうかもわからなかったけど、そんな私たちがワンマンライブを無事に終えることができて、その上テレビの出演依頼までもらえるなんて。奥さんアイドル。今回のテレビ出演は私たちのドームライブをやれるアイドルになるっていう目標への足がかりになるはずだわ。그렇지。それにファンのみんなもテレビっていう新しい舞台に立つ私たちに期待してくれるはず。今回出れるのは5分くらいのコーナーってことだったけど、気は抜けないわね。しっかり準備して挑まなくちゃ。あざあざ。다음날점심시간。プリントを運んでいたら、すっかり遅くなっちゃったわ。やれやれ。ごめんなさい、みんな。少し遅れちゃって。うん？あ、しずく。뭐야、왜왜왜、분위기왜이래？お疲れ様。奥さん、분위기왜이래？なんだかみんないつもより元気がない気がするけど。しずくはメール見てない？왜왜メール？あ、実はまだ見れていないの。昨日電源を入れようとしたらスマホがつかなくて、電気屋さんに持っていかなくちゃって思っていたんだけど、今朝充電器のコンセントが刺さっていなくて、充電できていなかっただけだって気づいたわ。わあ、넌진짜だ。しずくちゃんらしいね。넌진짜だ。でもメールがどうかしたの？もしかしてテレビ出演がダメになっちゃったとか？そういうわけじゃないの。ただ私たちの出る回の MC が変更になったって連絡があったのよ。MC が？うん、私たちが出るときは君色シンフォニウムってグループの子たちが出ることになってたみたいなんだけど、여기グループ이름참신기하다。体調不良で出れなくなって、代わりに違うグループに出てもらうことになったんだって。まあ、それは大変ね。
の子が元気になればいいけれど。それで代わりに出ることになったのはなんていうグループの子たちなのかしら。어떤그룹일까나、うん、それがティオン、チアフルデイズよ。퍼아헌터어시즈크가이나크나테크레테요갓다어뭐하는새끼야そうだったのね。しずくちゃん？大丈夫？이겨낼수있는거야？そうね。直接顔を合わせるのは少し気まずくはあるけれど。でも、テレビに出るって決めた以上、いつか共演することもあるかもしれないと思っていたから。그치、언젠가마주칠일이니까。だから、私のことは心配しなくて大丈夫よ。それよりも、初めてのテレビ出演をいいものにするために、みんなで頑張りましょう。しずくが、넘어서야할일이다。そうだね。うん、しずくちゃんの言う通り、みんなでテレビ出演頑張ろう。頑張ろう。メールに打ち合わせの候補日も書いてあったんだよ。しずくちゃんの予定は大丈夫か聞きたかったんだ。まあそうだったのね。ごめんなさい、何も確認できていなくて。大丈夫だよ、みんなで空いてる日を確認しよう。うん、私は基本的にいつでも大丈夫だけど。아이리왜걱정할만하지。じゃあしずくちゃん、アイリちゃん、また放課後にね。ええ、また。はるかちゃんもみのりちゃんも張り切ってるね。打ち合わせの日も決まったし、楽しみだな。そうね、みのりなんて気合い入れすぎてぬいぐるみ相手に毎晩家でトークの練習してるらしいわよ。ね？そうなんだ。わあ、ちいるだ。マリアさんで、あ、いるだ。楽しいな。私も気を引き締めなくちゃ。진짜일리다、별놈이다저거。そうね、私も何かあった時にはフォローに回れるようにしようと思ってるわ。でも、あんた、本当に大丈夫なの？ああ、진짜걱정해준다。チアデのことよ。みのりとはるかの前では平気って顔してたけど、全然平気じゃないでしょ。あの子たちはひどいことを言ってあんたを追い出したんだから。それは。いろいろてん。共演ってことになったら。あの子たちと이럴땐진짜얼굴에철봉깔고가면 되긴하는데、응、되게힘드니까。それだけじゃないわ。カメラの前で笑顔で話さなきゃいけない。それはきっと想像よりずっと大変なはずだわ。그렇지。前のことだからって簡単に割り切れるものじゃないと思うの。그렇지。アイリちゃん。だから本当は嫌だと思ってるのなら言ってほしいの。もし自分のせいでテレビ出演がダメになるとか考えてるのなら、そんな心配はしなくてもいいから。존나진실이다。アイリちゃんは優しいね。인정、인정。な、何よ突然、いつものことでしょうが。そうだね。アイリちゃんはいつも優しくて、いろいろ考えてくれるもの。でも、
大丈夫だよ。本当に？確かに全然平気ってわけじゃないよ。でもここで私がチアフルデイズのみんなのことを気にして今回のテレビ出演を断ったとしても何も変わらないと思うの。제대로마사지않으면달라지는건없다고。私はずっとチアフルデイズのみんなに負い目を持ってて、みんなも私に微妙な気持ちを持ち続ける。그렇지。そんなのは嫌だなと思って。しずく、だからこれはチャンスかもしれないって思ってるんだ。今回みんなと共演して最高のコーナーにできたら、もしかしたら私たちの間にあるモヤモヤを晴らすことができるかもしれないって。だから私のことは心配しないで。それよりモアモアジャンプとして初めてのテレビ出演を成功させられるようにしたいな。はあ、지금마인드셋은상당히좋은데。あんたは覚悟を決めてるのね。지금각오는진짜좋아요。そういうことなら今回は遠慮しないわよ。이게끝까지갈수있을까가문제지。モアモアジャンプのテレビ初出演、小さいコーナーだけど爪痕残していきましょう。うん、緊張するね。打ち合わせって。気持ちはわかるけど、もう少し肩の力を抜いてもいいと思うよ。あんたがそんなガチガチだとプロデューサーさんも話しにくいでしょ。그렇지。それはそうだし、そうしたいのは山々なのですが。肩の力ってどうやって抜くんだっけ。これは重症だわ。大丈夫よ、みのりちゃん。そういう時は落ち着いて自分のことだけに集中するの。그렇지。自分のことだけに。今は少しだけ周りのことを置いておいて、みのりちゃんがこの番組で届けたいことを思い出してみて。質問のパターンとかたくさん考えていたわよね。どんなことを話そうと思っていたの。しずくが챙겨주ね。での感想は聞かれるかなって思ってて、そしたら絶対に応援してくれてる人たちに来てもらえてとても嬉しかったって言いたいなって。それから、あとは衣装のことも聞かれるかもって思ったから、ファンのみんなが作ってくれたものなんですって話をしようかなって。それなら、みのりちゃんはファンのみんなへ感謝の気持ちを届けたいのね。それと、もしもこの番組を見て私たちのファンになってくれる人がいたら、その人たちにも希望を届けられるように頑張るから応援してくださいって伝えたいんだ。いい感じに肩の力が抜けたんじゃない。계속질문을해주니까긴장이좀풀리나봐。시즈크짱의오가게다요。아리가토시즈크짱。어머머어머머。やるじゃない시즈크。よかったわ。私も初めて番組の打ち合わせに出た時はみのりちゃんと同じだったから気持ちはよくわかるの。心臓が飛び出そうなほどドキドキしていたわ。でもたくさんお仕事をしていくうちに少しずつ慣れていったから、みのりちゃんもきっと大丈夫になっていくはずよ。そうなんだ。
私もいつかみんなみたいに落ち着いて。ひょえ？え？ウェ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 。アイドルハザードのプロデューサーさんですね。みのり바로쫀거야？モアモアジャンプの桐谷遥です。긴장다풀어놓고？同じくモアモアジャンプ桃井愛理です。お声掛けいただき本当にありがとうございます。今日はよろしくお願いします。モアモアジャンプ日の森しずくです。テレビ出演のご依頼をいただけて嬉しいです。精一杯やらせていただきますのでよろしくお願いします。花里みのりと申します。この度は素敵なご連絡をありがとうございました。それで今日はよろしくお願いしましょう。みのり気合존나들어가있어。그러겠죠치어풀데이즈분들이예상질문적혀있고나쁘지않네근데걔네들이어떤장난을칠까예능이라도틀같은건있잖아最初はみのりみたいにびっくりしたよね。어디까지나예상질문이다아노린거아니야落ち着いて答えられるようにしておかないと。やっぱり練習はしておかなくちゃね。あら、誰か来たみたいだわ。あは、どこせよ。ええ、大丈夫です。뭐가이렇게어두워요느낌이세하다뭔가좀세한데설명은되게잘해주시는데상황이뭔가느낌이세해뭔데뭔데아하이どうかしたんですか
퍼플데이즈 멤버들이 인사하러 왔다고? 꼭 하고 싶다고? 왜? 우리들에게 아이사츠를 시즈쿠 이 사이가 좀 프로듀서가 이걸 더 이해하고 있네. 共演者としてご挨拶はしたいと思っていたのでぜひお願いしたいです。しずくちゃん、みんなもいいかしら。うん、わかったわ。ほう、はい、よろしくお願いします。わっ、スタジオってこんなに広いんだ。スタッフさんもたくさんいるね。よく考えたら私たち部外者なのに入ってきちゃってよかったのかしら。그러게。あれ、プロデューサー来てくれたんですか。はあ、忙しそうだったから出直そうってみんなで話してたんですけど、わざわざありがとうございます。アリサちゃん。アリサ、それに久しぶりの顔も見られたし。うわ、マイトバ。わ。そうね。みんな久しぶり。元気そうでよかったわ。わあ。あ、이거왜이렇게말말에뼈가있어보이냐？まあまあ、積もる話はあるけど、今日は挨拶ってことだし、それくらいにして。今回は別のグループでってことだけど、共演者としてよろしくね。私たちって、まあ結構いろいろあったけど、アイハザはアイドル好きには結構知られてて、スタッフさんの熱意も高い番組だから、絶対。いいものにしたいって思ってるの。だから、しずくと、モーモアジャンプの皆さんとやるコーナーも、短いからって適当にはやりたくないから、全力でやろうと思ってるので、よろしくお願いしますね。なんか、인사를하긴했는데。こちらこそよろしくね。モアモアジャンプとしてテレビに出るのは今回が初めてだから、迷惑をかけるかもしれないけれど、私たちも精一杯やらせてもらおうと思うわ。収録でお話できるのを楽しみにしているわね。うん、それじゃあ今日はありがとう。また収録でね。プロデューサー、本番よろしくお願いします。では、私たちは失礼します。뭐냐？야、왜이렇게살떨리냐？なんか
살 떨리는데 뭐지? 뭔가 신경전 있는 대화였는데? 웃음의 裏に 도대체모나이 야츠를 감지다와네. 그니까 그치? 이때일것도와 헌신다と思うわ. そうだね. 本気で 방금이요 욕 したいと思ってるみたいだ. 그치. ずっと人気な 그룹なだけあるね. ますます 気を抜けないわね. 収録までに いろいろなことを 想定しておきましょう. みんな 本気で 収録に 臨もうとしてる. 私も 頑張らなくちゃ. 그치. 며칠 뒤 세카이. 그러게 내가 다 떨린다 야. 긴장도 するだろうし 大変だとは思うけど いつもの配信みたいに みんなの楽しそうな顔が見れるの 期待してるわよ。 ありがとう。 本番に向けて 準備を万全にしておこうと思うわ。 とはいえ 今からいろいろ想定していかなくちゃいけないけどね。 그치, 예상 질문이나 돌발 질문 같은 거에 대한 변수 같은 것들도 다 생각해야 되니까. 프로듀서さんは アドリブも 歓迎って言っていたし MC의 지혜가 どう動くかわからないもんね。 想定外の 質問でも しっかり答えられるようにしておかないと。 そういえば テレビ局で 記憶ページのことってあったんだよね。 どんな感じだったの? しずきちゃんがグループを辞めてから 会うのが初めてだったんだね。 ええ、 最初は少し緊張したけれど 大丈夫だったわ。 普通に挨拶もできたし、 今回の番組収録も全力でやると言っていたから、まあ正直私としてはちょっと思うところあるけどね。あれだけ雫にひどいことを言ったわけだし本当なら謝罪の言葉があったってよかったんじゃない。アイリちゃん、まあでも最悪な空気のまま本番を迎えることにはならなそうだし、それは良かったわよね。 あの日暮さんって子 確か雫が辞めた後にリーダーになったんだっけ。 ええ、アリサちゃんはとっても責任感があっていつもみんなを引っ張っていて、だからリーダーになったってニュースを見た時はぴったりだと思ったわ。どうしたの? どうしたのって、あんなひどいことを言ってきた相手によくそんな評価ができるなって感心してるのよ。しずくらしいっていうか、なんていうか、私だったら。しずく、メンタル 지금 열심히 버텨주고 있는 거거든 이거? 내가 보기엔 그래, 진짜 열심히 버텨주고 있어. 頑張っていたのは本当のことだから。それに私、あの時みんなが言っていたことは 間違っていないと思っているの。 응? 아, 이날 일이 너무 상처여가지고. 私はみんなと違って、ダンスも歌も自分のものにするまで時間がかかっていたし、 テレビとかライブとか 人前に出る時はみんなに助けてもらうことが多くて、センターとしての責任を果たせてたとは言えないから。うん、しずくちゃん、あ、ごめんなさい、気を使わせちゃったかしら。いいえ、ただしずくちゃん本当に大変だったのね。そんなことはないわ。 大変だったのは私じゃなくて、むしろ。
だから、私とチアフルデイズのこと、もっと詳しくみんなに聞いてもらおう。좋아요좋아요좋아요。え？でも私たち聞いていいのかな。しずくちゃんにとっては嫌な思い出だと思うし。大丈夫よ。아픔을공유하는타입인가？むしろ私が聞いてもらいたいの。その方が気持ちの整理ができて、しっかりと本番に臨めると思うから。しずくん、わかったわ。あんたがそう言うなら聞かせてちょうだい。メンタル진짜좋은것같아。ありがとう。これはみんなも知っていると思うけれど、私がチアフルデイズに入ったのはオーディションがきっかけだったの。아하과거다몇년전事務所に所属したばかりの頃はチアフルデイズとしてじゃなくて、대상을타나이取ったことしてのお披露目が多かったの。毎日が本当に目まぐるしかったわ。いろんなテレビ局でインタビューに答えたり、番組の小さなコーナーに出してもらったり。だから同期のメンバーとの顔合わせはグランプリを取った日から少し後だったんだけど、印象的だったからとてもよく覚えているわ。3期生メンバー、日の森しずくです。私一人だけ顔合わせが遅れてしまってすみません。私はその皆さんみたいに経歴はなくて、わからないことばかりなのですが、よろしくお願いします。同期だし、同い年なんだから敬語なんてやめようよ。この子、どこかで会ったことある顔だって思った？私、あなたがグランプリ取ったオーディションのジュングラ。アリサがチュウスさん。もちろん覚えてます。日暮れアリサちゃんですよね。とても可愛くて、ダンスも歌も上手で、印象に残っていたんです。歴代一のオーラがあるって言われてる子に褒められてもな。ごめんなさい、そんなつもり。이때는장훈도잘치고그랬는데。ごめんごめん。어떻게사이가저렇게까지나빠졌을까。とにかく敬語はやめてよ。せっかく同じグループの仲間になったんだし。それとオーディションで負けた分、選抜は負けないから、そっちも手加減せずに全力で来てよ。진짜괜찮은사람인데이렇게보면은3期が最高の世代だって言われるように、一緒にチアフルデイズ盛り上げてこうね、しずく。みんなと会ったのはその時が最初。特にアリサちゃんは印象的で、初対面から誰かに引っ張る力のある子だなって思ったわ。それから私たちは先輩たちから業界のルールを教わったりしながら、たくさん仕事をこなしていったの。みんな仲が良くて、楽屋とかでもとても楽しい時間を過ごしていたわ。でもある時、新曲が発表されたの。今までの私たちとはジャンルの違う雰囲気の曲。振り付けも今までになく激しめのもので、覚えるのがやっとで。みんな苦戦してたわ。많이빡센가보네。
すごく難しい曲だとは思っていたけれど、私より何倍もダンスの上手いみんなでさえそう思うのね。私ちゃんとみんなについていけるのかしら。でもできないばっか言っててもしょうがないでしょ。ライブまでには完璧にしなくちゃいけないんだから。お、どっちや。まあくよくよする必要ないって。なんだかんだで私たち今まで結構いろんなこと乗り切ってきたわけだし。ってことで今日はみんなで焼肉でも行かない？最近練習ばっかだし、たまには気分転換するのもいいと思うんだよね。わ、진짜잘챙긴다。はい、それじゃあ決まり。しずくも行くよね。あ、私はとても行きたいけれど、もう少しだけ振り付けを確認してからにするわ。そうなんだけど、私やっぱりダンスがあまり得意じゃなくて、みんなに遅れをとっている気がするから練習しなくちゃ。え？じゃあ私も残って練習するよ。しずくがやるなら負けてらんないし。それは…고기먹으러가。私のことは気にしないで、みんなで行ってきて。アリサちゃんのダンスは完璧だったし、私の練習に付き合わせるのは申し訳ないもの。いや、あんなの全然完璧って言わないし、正直もっと詰めなきゃって思ってるんだけど。もう分かったよ。しずくもほどほどにね。無理して怪我しないようにだけ気をつけなよ。え、ありがとう。みんな楽しんできてね。みんなとご飯を食べられないのは残念だけど、やらなくちゃ。ダンスを覚えるのに時間をかけてしまったせいで、細かいところが全然綺麗にできていないのよね。진짜노력하다。一応通しでは踊れるけど、今のままじゃお客さんの前には立てないわ。うん。よし。頑張りましょう。うん。最初の入りのところ、ダンスの先生が教えてくれたのは、もっとしなやかな動きだったわよね。今は腰が硬いかしら。もっと流れを意識して、リズムに乗るように。うん？아그러면아아프로듀서가시즈쿠를이렇게만들어버린거구나와진짜그렇게팔리게끔강제한거구나이제야이해가되네이제이해가됐어憧れの日の森しずく。
うございます。ありがとうございます。ごめんなさい、なるべくお断りしたくないって思ってるんですが。そうだったんですね。それじゃあ次の収録もよろしくお願いします。타방송 프로듀서들이 더 잘 챙겨주냐. 최근 매마그르시이도 못해와 있다けれど 스케줄이 埋まって 시마오ほどだったのね. 少し前では 考えられないことだったわ. これもきっと 프로듀서さんの. 待って、 いけない! もうこんな時間! 早くレッスン場に行かなくちゃ! このレッスンの後も音楽雑誌のインタビューでしょ。結構ハードだよね。あ、そうね。でもお仕事があるのはありがたいことだから。あ、でもそれは本当の私じゃ。그치. まあ、しずくの言いたいことはわかるよ。本当の自分と違うイメージが世間に認知されるって、なんかちょっと想像つかないし。でも、それは全部プロデューサーさんの台本やフォローしてくれるみんなのおかげよ。私一人だといつも失敗してしまうから。だから悩んでいるの。本当にこのままでいいのかって。어팬들이그걸로기뻐하면됐다고그치뭐컨셉은많이잡지만続けられる自信がないわ。いつか素の自分が出てしまうと思うし。そんなのプロデューサーは織り込み済みじゃない。だから私たちに協力してあげてって言ってきたわけだし。まあ正直私も最初はどうかと思ったけど、しずくが売れることでチアフルデイズのためになるなら意義はないかな。どんな形であれ露出が増えるのはいいことだしね。しずくのついでに私たち3期のこともアピールできるし。みんな다들들이때까지는참좋았네。その後もみんなが言ってくれていた通り、私が失敗しそうになったらいつも必ずみんなが助けてくれた。私はそれにとても安心したし、ありがたいと思って。でも同時に、とても申し訳なかったから、自分だけで完璧に立ち回れるように頑張ってみたんだけど、どうしてもうまくいかなくて。みんなにはずっと私のフォローをさせてしまっていた。それなのに私の仕事だけはどんどん増えていって、ついにセンターまで担うことになって。아야요즘시대였으면은이것때문에뭐그거나왔겠다。その後くらいからみんなの態度が少しずつ変わり始めた。논란같은거撮影の仕事が押してしまって。今日の収録台本にない流れになってしまったから
どう話していいかわからなくて。いつもフォローしてくれて本当にありがとう。そして決定的だったのは、本当にごめんなさい。生放送の撮影が重なってしまったみたいで。シジクが見なことは아니지。이거는촬영겹친거는。優先したかったのだけど、撮影日が分かった時にはもうキャスト変更もできなかったの。しずくはそれでいいわけ？え？今私たちの中で一番ファンがいるのはしずくだよね。次の劇場公演もしずくを目当てに来てくれるお客さんがたくさんいる。そういうお客さんが当日劇場に来てしずくがいないって分かったらどんな顔するか分かってる？もうチケットも払い戻せないんだよ。それでも劇場に立たなくて、スケジュール짜는プロデューサーなマネージャー들이문제지。いいと思ってるの？もちろんいいとは思ってないわ。걔네가잘못한거지。でも、だから얘계속팔아먹으려고계속굴리는거잖아。それはもう撮影まで気もないから。생각이없는거지이거는。근데이거를아얘네이멤버들말이이해는되는데이화살이시즈쿠한테갈게아니라이스케줄을따오고받아오고아무렇게나막잡는윗사람들이잘못인거지。시즈쿠를강제로굴리는게문제인거지。私も諦めないでもっと早い段階でスタッフさんに相談してみればよかった。センターのこともずっと思っていたわ。あ、いれそ소속사。指名された時から。소속사애들이문제지이게。私じゃ力不足だって。갈등의원인도소속사때문에생기는거니까지금도。本当は違う人にやってもらった方が。ふざけないでよ。あんたっていつもそうだよね。自分の頭で考えないで流されてばっか。あんたに与えられるのは誰かにとって死ぬほど欲しいチャンスなのに、それを自分のものにしようって気もまるでないし。アリサちゃん。말잘했다。だから、センターに向いてないっていうのも、みんなが言ってることにも、全部同意。みんなあんたのキャラを守るために、いろいろやってるのに、注目されて評価されるのは、あんたばっかりだしね。それは、分かって…分かってないでしょ！バックダンサー扱いされてる私たちのことなんて！あ、あー、그치…それでも、ファンの望むステージができるならって、ずっと我慢してきた。それなのに…だから私は、私たちの気持ちを踏みにじって、一番大事な劇場公演に出ないあんたを絶対に許さないから。あ、私の仕事が私の実力じゃなくてみんなのおかげで与えられているものだっていうことは分かってるつもりだったわ。だからどんな仕事もチアフルデイズに還元できるように精一杯やろうってそう思ってたけれど、その後も、あら、
私の衣装は。の？존나 비꼰다. 悪くなってしまったわ。きっと私が自分のことに手一杯で、みんなへのお返しが一つもできていなかったからね。それにあんたに与えられるのは誰かにとって死ぬほど欲しいチャンスなのに、それを自分のものにしようって気もまるでないし。しずくちゃん？だから、アリサちゃんたちの言っていることも正しかったと思っているの。本当は、センターとして最後までやりきれずに、脱退って形でグループを去ってしまった私が、こんなことを言う資格はないんだけど、今回せっかくチアフルデイズのみんなと共演する機会をもらったから、一緒にいい番組を作れたらいいなって思ってるわ。이제좀멘탈이많이좋아졌고자기의자아도좀생긴것같아서보기는좋네이마음으로끝까지성공했으면좋긴하겠다야今回の収録でお互いのわだかまりが解消されるといいわね。そうね。私はチアフルデイズのみんなもしずくちゃんも間違っていないと思うわ。すれ違った結果、全員でしずくちゃん一人に強く当たったこと自体が褒められたことではないと思うけど、でもみんなアイドルであるために必死だったんだものね。本当にそうだと思うわ。今回の番組収録でしずくちゃんが抱いている気持ちもチアフルデイズのみんなに伝わるといいわね。姉ちゃん。ああ。ええ。そうなったら、とっても嬉しいわ。それじゃあ、しずくの話も聞かせてもらったところで、本番に向けて、回答の練習始めましょうか。そうだね。じゃあ、私が MC 役やるよ。え？ずばり、皆さんの好きな食べ物は何でしょうか。まだ그거？今のしずくの話聞いて一番に出てくる質問がそれ。ケッティング。みのりは回答役をやった方がいいかもね。私も絶対聞かれると思うけどな。다른세상에있다니혹시여기잠깐그게끊겼었어오하이하지마리마스아이돌드디어드디어한다今週の MC はチアフルデイズからリーダー日暮アリサと사기생이야아간장되는순간ついに収録始まった간장되는순간私たちの出番まではまだあるけどね。それまでは。그래다른멤버들어떻게하는지보자아다른그룹들어떻게하는지보자하루카ちゃん落ち着いててすごいな。私も心臓がバクバクなんですが。さっきまで楽屋でお菓子をむさぼってたのにどうしちゃったのよ。今そんなだと本番持たないわよ。大丈夫よみのりちゃん。番組の打ち合わせの時に話したことを思い出してみて、そうしたらきっとまた落ち着いてくると思うから。そうだった。自分のことに集中して。私はみんなに希望を届けるためにテレビでたくさんの人に知ってもらえるように。なんだか念仏みたいね。그러게効果はあるんじゃない。いや、わかるけどさ、飲むのも食べるのもカロリー一緒だと変わらなくない？
いくらでもいけたらカロリー関係なくないでしょ。マリナって本当甘いもん好きだよね。もうすぐ誕生日だし、ファンのみんなにおねだりしてみたら。アリサちゃん、前より MC 上手くなってる。いろんな番組で見かけるようになったし、きっとたくさん努力したのね。それにひな壇のみんなも。あ、面白くできるように立ち回ってて、방송 살리기 열심히하네요。それも、はいはい、すっごくアイハザっぽい掛け合いだけど、新人いびりはそこまでにして、次のコーナー行くよ。次は울것이오냐。やっぱり私はあの時チアフルデイズのいいセンターではなかったわ。そういう風に指示されていたとはいえ、いつも台本を読んでいるだけ。自分のことすら自分の言葉で何一つ伝えられなくて、それさえうまくいかずにみんなにフォローさせてしまったこともあった。いつも完璧な日の森雫をやりきらなくちゃって、自分のことばかりに精一杯で。でも今の私はあの頃の私とは違う。完全다르지。あんたに与えられるのは誰かにとって死ぬほど欲しいチャンスなのに、それを自分のものにしようって気もまるでないし。その言葉の意味を私はあの時ちゃんと理解できていなかったわ。でも今は。모어모어점프여러분준비해주세요 올것이온다이요이요네제대로마주해보자자민나준비와아제발응이つでも行けるよ하다다다다다大丈夫みのりはちょっと本番に期待したいとこだけど。그래그래しずくはどう。あんたも久々のテレビだから大丈夫よ。あ、눈썹이바뀌었어。久しぶりの収録、楽しみましょう。이게프로지。이게프로야。気合い十分ね。行きましょう。가자。さあ、ここからは大好評のミニコーナー。注目アイドルグループを深掘りするフューチャーにフィーチャー。引き続き MC はマリナとアリサでお届けします。わーわー、いっぽたー、わー、귀엽다ー、わー、わー、ちょんないっぽたー。台本だとまずはここで自己紹介。夢はきっと緑に。ね？希望の花束届けます。フラワーランプ、花束緑です。遥か遠く、どこまでも希望の歌が届きますように。同じくモーモージャンプ、桐谷遥香です。お、今日もみんなに。おっしー、ハンマリョ。윙크뭐야 ひとしずくの幸せ届けます。モアモアジャンプ、日の森雫です。흔들게없네。와今日は初めてのテレビ出演になりますが、よろしくお願いします。わ
しみにしてたんだ。って、いつも話してる感じでいいよね。私、敬語ってちょっと苦手だし。とにかく、敬語はやめてよ。せっかく同じグループの仲間になったんだし。それと、방송톤은완전부드럽네大丈夫よ。アイリはキューティーだった時に絡んだことがあって、ほら、チアフルデイズとキューティーって事務所一緒だから。そうね、グループ混合で合同運動会みたいなイベントとかやったっけ。なんだか懐かしいわ。능력직신입인거잖아지금모모점이。でもはるかちゃんとみのりちゃんはちょっとすれ違ったことあるくらいかな。だから今回はほぼ初絡みだよね。ええ、そうですね。今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしく。はるかちゃんもみのりちゃんもタメ口でいいからね。はあ。で、あとはしずくと私の関係はアイハザの視聴者さんなら言わずのかなって感じだよね。みのりと연예인や。そうね。ああ、違う違う、卒業じゃなくて脱退だから。탈퇴지。맞아、탈퇴맞아。근데여기서시즈쿠가이겨나가야돼。ちょっと、まだコーナー始まってないのに、ずいぶん突っ込んでくるじゃない。本当に、私たちまだ座ってもないのに。ああ、ごめんごめん。積もる話もあるし、早く話したくなっちゃってさ。じゃ、みんな、こっちのゲスト席座って。せっかくの機会だから、いろいろ質問させてよ。チアフルデイズとモアモアジャンプの雫の共演って視聴者さんもすごく注目してると思うから。ええ、そうね。私も今日はちゃんとお話ができたらいいなって思っていたの。こういう話をされるかもとは思ってたけど、ここまでストレートに突っ込んでくるとはね。雫の脱退のことは向こうとしてもいい話じゃない。그치、事務所が大変なことしてるなら踏み込む話を止めるだろうって思ってたけど、この子のことは甘く見ていたわ。それに이아이헤저라는그프로그램의컨셉자체도이러니까そうよね。テレビってそういうものだし、私たちはそれを覚悟してここに立ってる。でも、しずく、大丈夫かしら。이겨낼수있을까。初めての人のために軽くこのコーナーを説明するね。あはー。まあ新人アイドルって言ってもモアモアジャンプはみのりちゃん以外全員ベテランだけどね。あ、台本の流れに戻った。そうだね、私たちだけじゃ無理だったと思うけど、ファンのみんなの力も借りてなんとか成功できたんだ。その衣装もファンの手作りなんでしょ。すごいよね、かわいい。そうなんです。今日も初めてのテレビ出演で衣装どうしようかなって悩んだんですけど、ファンのみんなにテレビでもお礼を伝えたいよねって話になって、今日はこの衣装で出演することにしたんです。
これってデザインもファンの人がやってくれてるの？ううん、ベースのデザインはしずくがやってくれたんだ。それをもとにファンのみんなが作ってくれたんだよ。へえ、しずくってデザインとかできたんだ。今回が初めてだったからいろいろ悩んだの。最初はお花とかつけたら可愛いんじゃないかと思ってスマホで花言葉を調べようと思ったんだけど、なぜか地図が表示されて戻らなくなっちゃって大変だったわ。いいね、ちょっと솔직하게본인을보여주네。しずくはちょっと機械に弱いのよ。この前もスマホの電源が入らなくて壊れたかと思ったら充電器が刺さってなかっただけだったって言ってたしね。はるかちゃん、なんだか恥ずかしいわ。でもライブでファンの力を借りたり衣装を作ってもらったり、モアモアジャンプは普通のアイドルよりもっとファンとの距離が近い感じなんだね。ええ、モアモアジャンプは配信をメインに活動していて、ファンのみんなとのコミュニケーションを大事にしているの。そうなんだ。でも最初は幻滅されたんじゃない？だってしずく、チアフルデイズの時とキャラ違うじゃん。あー、出たわね。この質問、台本にないんですけど。いるか分かったっそ。ワイナちゃんがせっかく台本の流れに戻してくれたのにね。ほっくろうね。だってみんなも気になってるでしょ。しかも、うちにいた時より楽しくやってるっぽいし。いこれ버텨야일류다。チアフルデイズの時も楽しかったわよ。本当に？でも前は何をやっても完璧なしずく様って感じだったじゃん。なのに今はさっきのスマホの話もそうだけど、なんかこうふわふわってした雰囲気だし、ここまで路線変更してチアフルデイズの時のファンに悲しまれなかった？っていうか、どっちのしずくが本当のしずくなの？あ？これは…これだけ突っ込んだ質問が来てもカメラは回り続けてる。ということは…계속가자는거잖아。打ち合わせで言ってた通り、アイハザはそういう番組で、うん、私たちは撮れ高を求められてる。だから日暮さんも、全力でやろうと思ってるので、よろしくお願いします。계속물어뜯을거고계속이겨내봐라이거잖아。で、私は実は答えを知ってるんだけど、みんな気になってるかなって思って。자、너의대답은？みんなの言う通り、気になってる人も多いはずだものね。この機会にしっかりお話しさせてもらうわ。私は、チアフルデイズのメンバーとして活動していた時、いつもの私とは違う私を演じていたの。시키니까言い訳にしかならないけれど、あの頃の私は自分に自信がなくてとても弱かったから、だから全てを完璧にこなす人に憧れて、私もそういう人になりたくて、強い自分を演じることでそこに近づこうと思ったの。しずくちゃん、まるで自分からそうしたみたいに話してる。うん。本当は事務所の方針だったはずなのに。
소속사 건드려봤자 좋을 것도 없으니까. 그래도 私一人で違う自分を演じるのは難しくて、チアフルデイズのみんなを巻き込んでしまってたくさん迷惑をかけたわ。ううん、みんなだけじゃないわね。私を支えてくれていた事務所の人たちや、お仕事で関わってくれていた人たち、そしてそんな私を好きでいてくれたファンのみんなのことも、グループの脱退で幻滅させてしまって、本当に不甲斐ないセンターだったと思うわ。本当にごめんなさい。わお、しずくちゃん、わお、그렇지コーヒーの好み聞かれてる時に、なぜか紅茶の話し始めた時とかどう持っていけばいいか本当悩んだっけ。할말많지쟤네들도大丈夫よ。いつか話さなければならないと思っていたし、すべて本当のことだから。それに私気づいたの。무엇을？チアフルデイズの自分も今の自分も同じ私なんだって。한방매길수있는거야？今話した通り、私はチアフルデイズのみんなやスタッフさんの力を借りて完璧な自分を演じていたわ。だからチアフルデイズを脱退して、モアモアジャンプで生配信をメインに活動することになった時、前のような私を演じることは難しくなってしまって悩んだの。私は素の自分の不甲斐なさを理解していたから、こんな私を見せてしまったら、ずっとファンでいてくれている人を幻滅させてしまうだろうし。야이게방송으로나가도된다고이렇게얘기하는게아일본예능나너무신기해아예능이아니지일본방송너무신기해そのままの私をみんなに好きって言ってもらえるのかって。しずく、でも私はそのままの自分でいることを選んだ。それは素の私でしか届けられないものがあるって、飾らないいつもの私が好きだって言ってくれる人たちがいたから。だからもしもファンのみんなをがっかりさせてしまっても、これからはありのままの私で精一杯みんなに希望を届けていこうと思ったの。언젠가걸려そうね。だけどみんなは私が思っていた以上にありのままの私を受け入れてくれたの。そうしてみんなの温かさに恵まれて、緊張しながら少しずつ、私も見てくれているみんなと同じように、素の自分をアイドルとして認められるようになって、このままでいていいんだって思えた時に、ふと気づいたわ。私がアイドルとしてファンのみんなに届けたいものは、前も今も変わっていないって。だってあの頃も今の私と同じように、ファンのみんなに希望を届けたいって気持ちで活動していたから。前の私の方が好きだったって言ってくれる人に、今の私を好きになってくださいとは言えないわ。でもチ
アフルデイズの私も、モアモアジャンプの私も、私自身、私の一部なの。だから私がファンのみんなを思う気持ちは本物で、嘘偽りはなかった。それだけはいつか伝えたいと思っていたから、ありがとう、アリサちゃん。こうして話す機会をくれて。それにアイドルハザードさんにも。아찢었다こういう場を設けてもらえた。아주좋아요。아나이스해지금분위기너무좋아。私は本当にまだまだですが、よかったらこれからも応援よろしくお願いします。別に私は。야아리사씨한방먹었다분이이렇게길었나ちょっとマリナ、元気すぎでしょ。でもまあ、なんか結構時間使っちゃったし、この後は順番に質問していこっかな。もちろん、台本も意識しながらね。원하는덕을들었으니、이제대본대로하どうなることかと思ったけど、乗り切れたわね。きっと、しずく自身も、こんなことになるなんて想像もしてなかったと思うけど。あんたは、あんたがかつて事務所から与えられた理想なんかより、ずっと、ずっとかっこよくて。그매니저가잘본거야。그프로듀서、아빠、아、잡아손내야돼、아주。아。스태프인가매니저인가걔가잘본거야。対応できたと思う。ええ、今日のしずくは一段と輝いてたわ。うん。伝えたいことをしっかり言葉にできていたし、きっとファンのみんなに思いは届くはずよ。オンエアが楽しみね。そう言ってもらえてよかったわ。私もなんとか答えられたけれど、チアフルデイズの頃の質問が来るとは思っていたけど、まさかイメージのことまで踏み込まれると思ってなくて、本当に心臓が飛び出そうなほどドキドキしていたんだけど、私たちにとって初めてのテレビ番組でしょ。だから絶対に失敗できないと思って。でもそう考えたら、방송끝나고이거와다다다얘기하는게めずらしくよくしゃべるわね。まさかそんなに緊張してたとはね。아방금방금너무귀여웠어어떡하냐치겠다でも収録でしずくちゃんが落ち着いてたおかげで自分もしっかりしなくちゃって思えたからよかったよ。私のおかげで。よかったわ。とにかく無事に終わってよかったわね。私たちの初めてのテレビ出演、なかなかいいものになったんじゃないかと思うわ。그래야될것같은데。そうだね。ファンのみんなの反応を楽しみに。お疲れ様。え？ん？수고했다고? 아리사ちゃん?お疲れ様。番組でも言ったけれど、今日は本当にありがとう。もうグループは違うけれど、また共演できて楽しかったわ。へえ、あれを楽しいって言えるなんて、
ずいぶん成長したんだね。いや、ちょま。それで、あんたは一人で私たちに挨拶に来ただけ？それとも、雫に何か言いたいこと、いや、言わなきゃいけないことでもあるのかしら？アイリー。アイリー、ちょま。やっぱり、あの時のこと。そうだね。特にないかな。뭐야はあ？あるでしょうが、前は雫にひどいこと言ってごめんとか、今日意地悪して申し訳なかったとか、そういういろいろが。あ、アイリちゃん。まあ、結構攻めた質問に正面から答えたのは、素直にすごいと思ったよ。それと、勘違いしてほしくないから言うけど、私は番組を盛り上げることを優先しただけだから。最初に会った時、全力でやるって言ったでしょ？アイハザは、ああいうのが求められる番組だし、私はあくまで自分の仕事を全うしただけ。それは。まあ、久しぶりに、みんなに助けを求めておどおどする雫が見れるのは、ちょっと楽しみだなって思ってたけど。あなた。はるかちゃん、大丈夫よ。え？何？그래, 이렇게웃고있는데어떻게침을뱉어. 고맙나사이. 허? 방금이でも話した通り, 前の私は自分のことだけでいっぱいいっぱいで, 周りなんて見えていなかったわ. そのことも本当に申し訳ないと思っているんだけど, もう一つ別で謝りたいことがあるの。今さら何を言うつもり？そうね、とても今さらなんだけど、私は自分が恵まれていることにも気づかずに、とても無神経なことを言ってしまったから、ごめんなさい。本当にみんなの言う通りだわ。私も諦めないでもっと早い段階でスタッフさんに相談してみればよかった。センターのこともずっと思っていたわ。指名された時から私じゃ力不足だって。だから本当は違う人にやってもらった方が。私が立ったセンターという場所はみんなの一番の目標で、夢が詰まっているところだった。でも前の私はそれをちゃんと分かっていなくて、ただただ自分には向いていないからって、もっといい人がいると思うからって、違う人にやってもらった方がいいなんて、みんなの憧れの場所を簡単に放り出すようなことを言ってしまった。ふざけないでよ。あんたっていつもそうだよね。自分の頭で考えないで流されてばっか。あんたに与えられるのは誰かにとって死ぬほど欲しいチャンスなのに、それを自分のものにしようって気もまるでないし。だからあの時アリサちゃんが怒ったのは当たり前だったと思うわ。本当にごめんなさい。うん。今さら気づいたんだ。ずいぶん時間かかったんだね。そうね。本当に、本当に未熟だったと思うわ。でも、今はもう大きな責任から逃げようとする私からも、
ただ守られているだけだった私からも卒業したの。もちろん私はアイドルとしてまだまだだし、今でもチアフルデイズの頃と同じようにみんなに助けてもらうこともあるわ。でもそれでも前の私も今の私も丸ごと認めてくれたみんなが、私のファンでいてくれている人たちが大好きで、その人たちの声を聞いていると不思議なんだけど、未熟な自分でいることが怖くなくて、今は私もみんなと一緒にありのままの私で輝きたいって気持ちでステージに立てるの。しずくちゃん、チアフルデイズにいた頃もそういう強さがあればよかったんだけど、あの頃の私には難しくて、結局センターの責務も果たせないまま卒業ではなく脱退になってしまって、最後まで迷惑をかけてしまったわ。だからチアフルデイズのみんなには本当に、何いきなり語り出してんの？私、挨拶に来ただけなんですけど。アリサちゃん。あは。うちみたいな大きな事務所辞めて、フリーのアイドルでやってるって言うから、どんなもんかって思ってたけど。ほんと、楽しくやってるんだね。前よりも、理解のある仲間たちもいるみたいだし。ん？ま、ワンマンがちょっと話題になって、テレビ出演のチャンスがやっと入ったって感じだと思うけど、これから先、バックアップなしでどこまでやれるのか、楽しみにしてるよ。이건진심인데？せいぜい頑張って。아이린 표정이 더 귀여워。結局、ごめんの一つもなかったじゃない。아일러붙었나보네。挨拶にしては敵意むき出しって感じだったね。알고보니까존나웃기네。本当にしょっぱいよね。アリサちゃんは頑張り屋さんで、自分にも他人にも厳しい子で。あ、존나웃기네。誰かに頑張れなんてめったに言わなかった。それなのに。시즈쿠입장에선칭찬받은느낌이겠다。少しは。그러네、그렇게생각하네。アイドルとしての私を認めてもらえたのかしら。며칠뒤옥상。ついに昨晩、アイドルハザードこと。アイハザの放送日を迎えましたが、反響結構すごいよね。そうだね、私もクラスのみんなから結構番組の話をされたよ。メールや DM もじゃんじゃん届いてるわ。感想とか番組を見たって報告がね。しかもかなり好評よ。特に雫のファンになってくれた人が多いみたい。おお。モアモアジャンプを知ったって言ってくれてる人もいたし、私たちのことがちゃんと伝わる映像になってたよね。悩んだけどテレビ出演を決めてよかったと思ったよ。そうね、モアモアジャンプとしての最初のテレビ出演は文句なしの大成功ね。チジュクがチジョった。今回の反響もなかなかのものだし、もしかしたら2回目のテレビ出演の話も期待できるかもしれないわ。でもこれはまだまだファーストステップよ。これからも私たちの目標を忘れずに、夢のドームライブ目指してこの調子で頑張りましょう。チア
フルデイズの頃は台本に書いてある通りの言葉で話していたけれど、今の私は私の言葉で私の思いをファンのみんなに届けることができる。少し前の私なら自分の言葉で話すことすらできなかったのに。しずくちゃんの思いがたくさんの人に届いたんだね。もう何も怖くないわ。だからせいぜい頑張って。私は私らしくこの場所で希望を届けていきましょう。찡 끝. 우와, 이번 스토리 모모점이 첫 TV 방송에 출연하는데 상대 MC가 치어풀 데이즈여가지고 시즈쿠가 많은 난관이 있겠거니 라고 생각했는데 그거를 시즈쿠가 아주 잘 이겨내서 한층 더 성장한 그런 느낌의 스토리라고 할 수 있겠네요. 처음에 스토리 시작할 때 시즈쿠가 핸드폰을 또 사용을 못해가지고 학교에 가서 멤버들과 다 같이 있을 때 상황을 확인했는데 그때 치어풀 데이즈의 멤버들이 MC를 본다는 걸 알아서 다들 걱정해주는데 그때부터 시즈쿠가 마인드 세팅을 계속했던 것 같아. 이거를 이겨내야지 우리 모모점이 좀 더 성장할 수 있고 많은 TV 출연의 기회를 얻을 것이다 라는 것에 근거해서 멤버들 앞에서도 좋은 모습을 보여주려고 했던 것 같고, 워낙 친했던 아이리가 진심으로 시즈쿠한테 걱정하는 그 장면에서도 시즈쿠가 평소에 이런 압박? 이런 고통에 대해서 좀 아파하는 사람인 걸 아니까 둘이서만 있을 때 걱정하는 모습을 보여준 게 진심으로 생각해 주는구나 라는 모습도 잘 느꼈고요. 그리고 나서 따로 얘기할 때 미노리는 인형 앞에서도 토크 연습한다더라 이랬을 때 아 정말 미노리 인류다 라는 생각도 살짝 지나갔던 것 같아요. 그리고 나서 시즈쿠가 점점 더 각오를 다지는 모습이 이번에 진짜 제대로 성공해야겠다라는 그 마음을 잘 봤던 것 같아요. 그리고 미팅 날에 미노리가 미팅 장소 가자마자 기기기기기 긴장된다 이럴 때도 TV 출연 자체가 처음인 미노리 시점에서의 그 긴장되는 마음도 스토리에서 잘 녹아들었던 것 같고, 거기서 시즈쿠가 긴장을 풀어주려고 이것저것 챙겨주고 질문하는 모습에서 이번에 시즈쿠가 마음을 진짜 단단히 먹었구나, 과거의 모습에서 알을 깨고 나오는 듯한 그런 모습을 잘 봤던 것 같아요. 그리고 프로듀서가 들어오자마자 바로 다시 긴장해버리는 미노리 보고도 참 재밌었던 것 같아요. 미팅 중에 이것저것 질문하다가 갑자기 치어풀 데이즈 멤버들이 인사를 하러 왔다 그래서 이게 뭔가 했는데 아리사라고 했죠. 그 친구에 기대한다 라 이런 식으로 이야기했던, 오며 가며 했던 그 인사말들이 말투에 뼈가 있어 보이는, 과거에 얽혀있는 응어리가 남아있는 듯한 그런 느낌을 세게 받았어요. 그래서 왜 그런가 하고 봤는데 세카이에서 미팅 얘기에서 뭐 아리사 이야기가 나왔는데 시즈쿠가 오히려 아리사는 리더십 있고 책임감이 있는 아이다 라고 이야기하면서 오히려 본인을 좀 더 깎아내리는 듯한 모습을 보였죠. 그래서 다들 왜 그런가 했는데 여기서부터 진짜 재밌고 화가 나는 부분이었죠? 과거 이야기가 나옵니다. 시즈쿠가 그 오디션 같은 느낌에서 1등 했다는 것도 알겠어. 그리고 몇 달 동안 쭉 연습하는 시즈쿠나 다른 치어풀 데이즈의 모습을 매니저나 프로듀서나 스태프들이 쭉 지켜봤겠죠? 그 스태프였나 매니저였나 그 사람은 정말 시즈쿠에 있는 그대로의 모습을 보고 매니아틱하게 꾸준하게 갈 팬층이 생기겠다 라고 잘 봤는데, 프로듀서 그 사람이 진짜 잘못이었죠. 그 사람이 너무 잘못했어. 그 당시 시즈쿠가 인격적으로, 특히 성격적으로, 멘탈적으로 완벽한 모습은 아니었기 때문에 요거를 완전히 가공해서 다른 사람들이 모든 걸 도와줘서 완벽한 사람 하나를 만들자 이런 식으로 간 거니까, 이게 시즈쿠 자체도 많이 지칠 수 있겠지만 자신의 모습을 보여주는 게 아니니까, 근데 그 옆에서 받쳐주는, 다른 서포트 해주는 사람도 지치지. 지치는 것도 지치는 건데 본인들 밑에서 깔아줘야 되는 입장인 거니까 치어풀 데이즈 멤버들이 얼마나 힘들었겠어요. 그래서 이게
이해가 돼. 아리사가 왜 그랬는지, 그리고 치어플레이즈 멤버들이 왜 마지막에 시즈쿠한테 저렇게 상처받는 말을 했는지가 이해는 돼요. 근데 그거를 시즈쿠한테 할 거는 아니지. 물론 시즈쿠가 며칠, 몇 달이 지나도 만들어진 완벽한 모습에 적응하지 못해서 답답하고 화날 수는 있는데, 이거를 이딴 식으로 스케줄을 짠, 이딴 식으로 맞춰놓은 소속사한테 뭐라 해야지. 그게 맞지. 다 같이 가서 우리들의 생각은 지금 시즈쿠가 라이브 공연을 빠져서 생방송을 나가는 거에서 팬들이 많이 타격이 있을 건데, 팬들이 주 소비층이고 주 고객층인데, 이러면은 오히려 더 미래를 봤을 때, 당장의 시즈쿠로 인해서 돈을 땡겨오고 이런 건 있겠지만 장기적으로 봤을 때 이게 맞을까? 라는 거에 대해서 얘기를 하는 게 차라리 맞지? 라고 생각은 해요. 물론 그 당시에는 이게 말도 안 되는 그거니까 이해는 합니다. 그리고 방송 당일날 이제 다 같이 준비를 하고 있는데, 거기서 아이린은 격려하고 있고, 또 긴장해서 어버버버하고 있는 미노리도 있었고, 모모점의 차례가 올 때까지 코너를 계속 지켜보는 와중에 치어플데이즈 애들도 계속 호응하고 열심히 이끌려고 하는 모습에서 쟤네도 이 방송을 대하는 자세가 되게 진심이다 라고 생각을 하고는 있었어요. 근데 모모점의 차례가 돼서 오자마자 4기생 이름이 기억이 안 나네? 마리나였나? 걔가 졸업 이라는 단어를 쓰자마자 아리사가 탈퇴지 얘기하는 거 보고, 와 이거 오늘 좀 살을 갈았구나. 물론 마지막에 와서 그게 카메라나 관객이 담고 싶었던 모습이다, 보고 싶었던 모습이다 이랬지만, 아리사가 먼저 예전에는 만들어진 모습이었잖아, 지금은 어때? 라는 식으로 들어오는 거를 아이리나 하루카가 먼저, 야 대본에 없던 건데 이런 거 해도 돼? 야 우리 앉지도 않았는데 이런 거 해도 돼? 라는 식으로 너무 세게 들어왔던 거를 한번 완화시키면서 시즈쿠가 생각할 시간, 시즈쿠가 마음을 다잡을 시간을 벌어줬던 것도 눈에 잘 보였고, 거기서 시즈쿠가 얘기를 잘했죠. 옛날에 나약했던 자신의 모습도 있었고, 소속사 탓이 아닌 본인 탓으로 돌리고 다른 사람들한테 사과를 구하면서 본인이 더 나아지고 본인이 제대로 앞으로 나아가겠다라는 식으로 이야기를 하면서 이게 좀 잘 풀렸던 것 같아요. 그래서 마지막에 팬들도 늘었다라는 이야기도 나오고 다들 좋은 반응으로 끝났으니까. 근데 반전이었던 거는, 나는 시즈쿠가 마음을 진짜 다 잡은 줄 알았어. 근데 방송 끝나자마자 자기도 되게 긴장했다고 탈퇴 쪽으로나 이야기할 것 같았는데 본인의 그 이미지에 관련돼서 물어볼 줄 몰랐다고 와다다다다다다 이야기하는데, 시즈쿠가 말 그렇게 빨리 많이 열심히 하는 거는 이번 스토리에서 처음 보는 것 같았습니다. 귀여운 모습이 너무 잘 보였습니다. 그리고 아리사가 와가지고 인사를 하는데, 이게 인사인지 꼽주는 건지는 잘 모르겠지만 그거에 대해서 시즈쿠가 또 진심으로 사과를 하고, 과거에 무책임한 말을 했던 것도 제대로 사과를 하는 모습에서 아리사가 그래서 힘내라고 했던 것 같습니다. 본인은 이제 사과를 받았다고 생각하는 건지는 모르겠지만 그래도 잘 넘어가서 다음이 기대가 된다? 라는 느낌인 것 같아요. 일단은 그래서 이거 다음에 모모점의 스토리가 어떻게 흘러갈지는 진짜 모르겠지만, 당장 이번 스토리에서는 시즈쿠가 과거에 얽매이지 않아도 된다? 라는 느낌을 좀 받아간 것 같아요. 이제 아픔에서 좀 벗어나서 지금 있는 그대로의 모습의 시즈쿠를 좀 더 사람들한테 잘 보여줄 수 있겠다 라는 느낌인 것 같습니다. 잘 봤고요. 이번 스토리는 여기서 마무리하도록 하고, 저는 다음에 다른 스토리로 찾아오도록 하겠습니다. 그럼 안녕! 예. Let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you